団長さん、ちょっといいかしら。実は、その、前に話した、たんびもののネームだけど。通ったの？応募して通ったの？審査？スフィリアの書物見本市に作品を出展できることになったの！ありがとう。みんなには感謝してるわ、本当に。あの時、あなたたちと出会ってなかったら、きっと今も踏み出せてないと思うから。私は巷で魔物絵師とか言われてるけれど、本当は、たんび絵師を目指してるのよ。一冊も売れたことないけれど。はぁ、あ、このまま一生、魔物を書いて生活するのかな。え？あなたたちと？でも、いいの？すごい、たんび物が集められるなんて。これは夢？なら一生覚めないで。封印されし邪眼がうずいてきたわ。グランサイファーに乗せてもらって、島々のたんび物を集めて勉強できて、応募したネームもそう。私一人ではきっと無理だったわ。あ、ネームって下書きとかラフ画のことね。あとはペンで本番の線を描いたり、簡単な色と背景を足せば完成よ。あ、今思ったでしょ。まだまだ未完成じゃないかって。心配ないわ。時間の問題よ。絵柄だって未熟だけど慣れてきたし。はぁ、夢みたい。本当に自分の作品が世に出るなんて。あ、Bさんとルリアさんだわ。二人にもお礼を言わないと。誰か、助けて。誰が助けてるよ。よしよし、誰も先生を責めたりしませんよ。でも、私、本当にダメ人間で。そんなことありません。では、涙と鼻水をチンして、ちょっとは落ち着きましたか？ごめんなさい、取り乱しちゃって。いえいえ、お安い御用ですので。でも本当にどうしよう、まだ半分も終わってない。見本市まであと3日、印刷所の入稿期限は明日の朝なのに。やっぱり大変な作業なんですね。いつまでに書き上がりそうですか？確かネーム自体は半年ほど前にできていたかと。実はその、こういう話聞いたことない？宿屋とかにこもって缶詰したら
そのうちすごい集中力が湧いてきて、パパパッと作品が完成する、みたいな。はは、確かに作家業ではありそうな。でも先生の様子を見ると現実は違ったみたいですね。はい、結局最近までダラダラと。はあ、もう何もかもが遠い気がする。あらら、すっかり気力が尽きてますね。ではわかりました。印刷所は私が交渉してみましょう。交渉？入稿期限を延ばすってこと？はい、なんとか話をつけてみますね。でもそこまでしてもらっても、改めて読み返すと問題点もあって。なのにアイディアは出ないし、シェロさんの協力を無駄にするかも。先生、ただいま。黒の染料やっと見つかったよ。三角蒸気もありました。お、シェロカルテ君がいます。どうもどうも、お二人もいらしてたんですね。メリッサ、マキラ、ありがとう。でも悪いんだけど。あ、お部屋が散らかってる。ひょっとしてまた錯乱しちゃったの？またと言いますと？最近は毎日ですので。もちろんちょっと心配なんですけど。でも初日にルナール君が自分で何があっても缶詰を解かないでと。あの時とは事情が。こうも言ってたよね、事情が変わっても解かないでって。あう、でもなんか風っぽい。ああ、出ました。風は大体嘘だからですよね。良い周到すぎる初日の自分。二律背反と言いますか、書きたいけど筆が進まない絵師さんのジレンマですね。ジレンマか。作業が大変というより心の問題ってことかな。そうかもですね。ひとまず気力の回復が先決みたいです。気力回復。シェロカルテさん、どうしたの？カバンをゴソゴソして。実は先ほど取引の際にいくつか栄養剤のサンプルをもらいまして。あ、ぴったりなのがありました。気力回復、疲労退散、野生爆発。パンパカパンパンパーン、ハンサムゴリラ。栄養剤のサンプル、ハンサムゴリラですか？完成間近の新商品ですね。主成分は密林のお口のもろもろだそうで。それでは先生、一本どうぞ。どうぞって。密林のもろもろって何？完成間近って完成してないんでしょ？気にしない気にしない、副作用はほとんどない段階だそうで。本当に？幻覚とか変なもの見えたりしない？はい、めったには。少々高揚しますが普通のことですので。野生爆発、
なんかかっこいい。私もゴリラ飲んでみたい。私も興味あります。ゴリラ栄養剤というのを飲んだことないので。まだ何本かありますよ。では皆さんで乾杯といきましょうか。まあこの状況じゃ、乾杯。どう？進んでる？食事を持ってきたわよ。スフィリアの郷土料理です。霧のいいところで休憩にしませんか？うほうほうほう、うほうほう、うほうほうふふふふ、うほうほうです。う、うえ？ああ、うほう？あ、ご飯の匂い、うほう？うほうほう？うほうほう。お二人とも、お帰りうほです。なんなの、この、なんなの？見当もつきません。皆さん、過労で正気を失ったとか。あ、私は平気だよ。実はさっき、シェロカルテさんが持ってた。メリッサ、明らかに平気じゃないでしょ。あなたその髪は一体？あ、これ栄養が全部髪に回っちゃったみたい。私もびっくりしたけど体質だから。そういえばそうでしたね。気が動転して失念していました。でも栄養というのはこの床に転がっている瓶のことですか？うん、ハンサムゴリラ、新しい栄養剤のサンプル品なんだって。ルナールの気力回復のために。あとついでに私たちも飲んじゃったんだ。うほうほう。はあ、で変に興奮してるってわけね。失敗作じゃない、この栄養剤。あはは、元気が出たのはいいことですけど、この状態で原稿は書けるんですか？あ、それがね。うほう、うほうほう。マキラ、何を持ってきて。というか、四足歩行はやめなさい。うほう。あ、最新の原稿です。すごい、かなり進んでいますよ。そのページ過去最速だって。マキラの作業もはかどってて、気力回復は一応成功みたいだね。そう、効果は抜群なのね。過剰だけれど。だって野生爆発だから。そうだ、ミラとリャオも飲んでみる？すぐにパワーマックスになれちゃうよ。私たちもですか？さすがにちょっと。うほう。ああ、でもそうか、集中力の向上は捨てがたいですね。悩むな。ご安心を。シェロ殿？あ、普通に喋ってる。体が慣れてきたら普通に戻りますよ。あとは体質ですかね。特にマキラさんは初栄養剤だそうで。なんだ、そうだったんですか。確かに効果に差が見られますね。ま、シェロはもともと冷静だと思うけど、栄養剤なんて飲み慣れているでしょ。
ふふふ、さてどうでしょう。ではハンサムゴリラをどうぞ。ありがとうございます。でもやっぱり勇気がいるな。大げさネリアオ、自立心の訓練みたいなものよ。成分が回りすぎないように脈拍を落ち着かせて飲めば問題ないわ。自立心、なるほど、さすがミラですね。じゃあ早速いただこうかしら。つまり印刷所はシェロさんの交渉次第、締め切りの件は一旦保留よ。お任せください、シェロちゃんの腕の見せ所ですね。信じてるわシェロさん。その間に私は今まで通り、うん、今まで以上に書いてみせる。その代わり申し訳ないけど、ミスとか雑な指示が増えると思うの。だからごめんなさい。みんなの理解と連携が重要になってくるわ。うん、わかった。何度も言ってるけど気にしないで。大変だけどお手伝いは楽しいから。メリッサありがとう。あなたにはいつも元気づけられるわ。思えばなんだか不思議な縁ですよね。おこたの民、以前おこたを囲んだ面々がこうして再び集まるなんて。リャオさん、そうね、また頼らせてちょうだい。おお、わあ、マキラ。まだゴリラが抜けてないのね。でも作業は完璧で助かるわ。あ、ミラさん、やっぱり怒ってる？こんな状況になっちゃって。もし嫌なら無理には。ミラ、どうしたんですか？顔色が悪いですよ。ごめんなさい、考え事をしていたのよ。そうなの？何か不安があったら言ってちょうだいね。問題ないわ。私は何も、平気だから。言えない。ルナールが大変な時に私一人、副作用で変な幻覚が見えるなんて。ミラさん、いつも冷静で本当に尊敬するわ。ミラの自立心は才能と努力の結晶ですよね。うん、私たちも見習わないとだね。見習わないと、見習わないとなんて。ぷぷぷぷぷ、うほうほう。できる限り視線をそらそう。それじゃあ改めてみんなお願いします。おー